石川県の内灘町おねぶっていうところになるのかなにやってまいりました。視聴者さんからの情報で、まあ、おもろい道があるから行ってみてくださいっていう話でやってまいりましたんで、あ、多分これだ。まあ線形がおもろいはずなんですよこれ確か。あー、なるほどね。もう橋をバックになんですけど、これコークスクリューコーナーなんですね。こうぐわっと上がって、あ、これはまあある意味サーキットコースみたいな感じなんかね。あ、えぐいね。えぐいな。意外と、おお、ここ丸いんや。あー、こういうまあ斜面を駆け上がるためにやってるけど、まだあるんだ。はみ出し蛇行と危険運転をやめましょうってことは、なんかここでやってんのか。はいはい、っていう風な感じで出てまいりましたんで、そういうことね。まあプチネタなんですけどもね、あの感じの線形は珍しいですよね、確かにね。この線形ですよね、今登ってきてるけど。あの斜面がめちゃくちゃ急で、歩道を見てもらうと分かるんですけど、相当急坂なんですよね。この角度からでもすごいえぐいよね、これ。急すぎて、ここなんか階段になってますよ、これ。あ、この辺がまた急です。めちゃくちゃ急だよ、これ。ここがめちゃくちゃ急だよ、本当。結構な勾配だぜ、これ。ねえ、こうやって。最大傾斜角はこの辺じゃないかな。この辺なんかがもうえぐいですね。こっから見ても怖い感じですね。では最後に実装してみて、下りの実装してみましょう。どのような感覚で下っていくか。この内灘のラグナセカサーキットみたいな、このコークスピリコーナー、ここがえぐいんですよね。あ、やっぱこう下りだとやっぱ感覚が全然違いますね。あ、ごついごつい。でまたこのような急なカーブ、結局この直線的に下っていくことができないから、こうやってつづら折れにしてヘアピン状態にして、こういういびつなカーブができたんやと思うんですけどね。なるほど。まあちょっとしたネタではありますけども、まあ面白い道だったと思いますんで、ぜひぜひ見て来てみてはどうでしょうか。ということでバイバイ。